はい、皆さんこんにちは。グローカルの松田です。ここグローカルチャンネルでは国際協力に関するキャリアっていうのを紹介しているようなチャンネルになってます。先日見ていただきました協力隊祭りに出展している方のインタビューをさせてもらったんですけど、この動画では、来場者とか学生団体の方がどういう目的でここに来られたとかっていうところも含めてちょっとお話をお伺いしていきたいなと思ってます。じゃあ早速やっていきましょう。よろしくお願いします。一つ目の団体である A ゴールさんに行こうと思ってます。よろしくお願いします。お願いします。はい、A ゴールに参加したきっかけっていうところからお聞きしていきたいんですけど、何がきっかけで参加されたんですかね。私はもともと国際開発に興味があって、で、私の友達の先輩が、この A ゴールのイベントを主催している方とつながりがあって、はいはい、その友達に、紹介をしていただいたのがきっかけで、A ゴールに入りました。実際どうでした？やってみて。日本チアダンス協会さんと連携をして、実際に協力隊として活躍されている方だったり元隊員の方とつないで、ダンスを通じて世界とつながるっていうプロジェクトを大きなところで説明させていただいたんですけど、結構そのプロジェクトとしては、当日も今日も実際に現地をつないだり、あと一つの動画にしたので、そこが結構頑張りました。なるほど、そういう世界とつながれるところはいいですよね。はい、まあ、A ゴールでも今回もいろんな新しい団体とのつながりができましたし、アフリカと日本をどんどんつないでいきたいなっていうところを強く思っています。まあ、そのためのツールがスポーツっていうところで、引き続きよろしくお願いします。じゃあ続きまして、アフクリカっていう出展団体にちょっとインタビューしていこうかなと思ってます。よろしくお願いします。お願いします。いや、ネーミングめっちゃいいっすね。ありがとうございます。アフクリカって何されてらっしゃるんですか？メインの活動としては、日本の中でアフリカの村のような暮らしを実践できるようなワークショップ、合宿をやっていて、その中の一環でアフリカ的な暮らしを自分たちで作っていくということで、鳥取県の中でマサイ族の家を自分たちで作ってマジ？暮らしをこう自分たちで DIY していく、自分の持っている力とかをいかに工夫して自分のやりたいこととかを人生の中で実現させていくかっていう、そういう生き方みたいなところを向き合うようなプログラムっていうのもやっています。なるほど、ありがとうございます。まあ、日本でじゃあアフリカを体験できるってことですよね。そうです。めちゃくちゃいいですね、それ。ちょっとアフリカに何で魅了されたのかっていうところもちょっと聞いてみたいですけど。まあ、アフリカに行った時に、その素の自分を受け入れてくれた、はい、そのなんか器の広さ的なのがまあ僕は好きで、はい、向こうの人たちの笑顔とかに惹かれて、まあ、完全にアフリカにハマって、はい、それこそまあアフリカのイベントもよく参加してて、はい、自分を見直すきっかけにもなるし、成長できるきっかけにもなるしっていうので、すごい共感して参加させてもらってます。ありがとうございます。ギャップがすごい。ギャップがすごい。はい、ありがとうございました。楽しかったです。ありがとうございました。はい、バイバイ。よろしくお願いします。はい、ポリホックっていうのはどんな団体なんですか？ポリホックは立命館大学生で、関西圏に小学生、中学生、高校生に向けて生理用品を無料で配布しているプロジェクトです。なるほど。ちょっと自己紹介していただいてもよろしいですか？はい、立命館大学の5年生国際関係学部で、勉強してます福島果林です。もともと自分がシングルマザーの家庭で育ったので、女性のエンパワーメントに取り組みたいなと思ってこの活動に参加しています。ちょっと改めてホリホックさんが誰を対象としていらっしゃるんですか？今のところは関西圏の小学生、中学生、高校生の学生に向けて配布をしています。なるほど。実際それってどういうふうにコミュニケーションを取っていく感じなんですかね？まず施設さんに連絡させていただいて、寄付させていただいてもいいですかみたいな感じでご連絡させていただいてます。なるほど。ちょっと今後の展望っていうところも最後に聞いておきたいなと思ってるんですけど、私は生理のことに関して言うと、生理のことってなんとなくタブーみたいな感じ、口に出しにくいとか、周りの女性に囲まれててもそれについて話しにくい環境とかあると思うので、オープンに話せるような環境になればいいな、それをちょっとなんか自分のちっちゃいの力でもちょっと何か貢献していきたいなという思いはあります。素晴らしいです。生理の貧困に関して言うと、結構プロジェクトの中でもなんか無理解無知みたいなところが問題の根本だよねっていう話があるので、まあ、発信ちょっとできるような身として知ったからには行動もしていきたいなって思いますね。で、ご家族で来場された方いらっしゃったんで、お声を聞いてみたいなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、何きっかけでこちら来られたんですか？今日のフェスティバルに
元エチオピア隊員の妹がいまして、あ、そうなんですね、今日ブースにいるよと聞いたので、はい、遊びに来ました。あ、そうなんですね。ご家庭でなんか小さいことでなんか環境のためにとか、はい、国際協力のためにとかで何かされてらっしゃることってありますか？小さいことで言えば、はい、風呂の水を再利用するとか、ゴミを小さくして出すとか多分日本からできる国際協力、はい、あのなかなかこう大きいことは難しいって思う、現地に役立てるような寄付の仕方は簡単なのかなとか思います。子どもたちにはこれからあのまだ理解ができない年齢なので、これから伝えていきたいと思います。ありがとうございます。まあ、国際協力は途上国に行くだけじゃなくて日本でできることもあるんでね、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ続きまして、またあの来場者の方にちょっとお声をいただきたいなと思ってます。よろしくお願いします。お願いします。何きっかけで参加されたんですか？妻の友人がこう青年海外協力隊に行ってたっていうことで、はいはいはい、来ました。あ、そうなんですね。実際参加してみてどうでした？落ち着いて参加できる雰囲気なので、まあ、来てよかったかな。こうやってちっちゃい子も来てるんで、こうやって休めるところもあっていいかなと思いました。はい、続きましてはここ JICA 関西ブースっていうところにやってきました。じゃあ実際何してるかちょっと見ていきましょう。こんにちは。実際ここでは何をされてらっしゃるんですか？こちらでは、クイズラリーのですね、はい、答え合わせの場所としておりまして、はい、あの各場所にですね、1階から3階まで各所にクイズをちょっとパネルと一緒に置かせていただいて、はい、まあ、せっかく JICA関西であの開催するというところで、はい、あの他のブースなども回りつつ、はい、あのいろんなところを楽しみながらクイズしていただけたらと思いまして、はい、このような企画をしました。なるほど、ありがとうございます。これ10問正解したら何かもらえたりするんですかね？参加賞はこちら の、はい、あの世界地図、そこに貼ってあるんです。これいいですね。これ欲しいな。世界中のこんにちはを集めた世界地図と、はい、こちらが JICA関西で作ったオリジナルのかわいいエコバッグ。かわいいですね。はい、そしてあの全問正解したら、はい、こちらの豪華世界中の民芸品に集めたものを一つ選んでいただきます。ちょっと自己紹介を改めてしていただきたいなと思ってます。はい、よろしくお願いします。JICA関西で働いている梅影と申します。よろしくお願いします。JICA関西の鹿です。よろしくお願いいたします。お願いします。市民参加協力課でボランティアの担当してます江川です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの JICA関西で協力隊祭りをやるっていうのが初めてって、どういうことを目的にして協力隊祭りに今回参加された感じなんですかね？協力隊にあのこれから行っていただく方をなるべく増やしたいということで、あのこういった祭りをきっかけに協力隊に関心を持っていただき、またその世界のいろんな国のことに知っていただく機会としてできればというふうに考えてやりました。来年どういうことしたいみたいなところも意気込みいただきたいなと思ってます。あの今回まあ初めてっていうこともあったので、祭りのことを知らない方もたくさんいらっしゃったと思いますので、広く一般の方にも参加していただけるようなイベントを考えていきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで皆さんいかがでしたでしょうか？今回の動画はね、国際協力に足を踏み入れてない人たちにもあのできるっていうところも含めてあのインタビューさせてもらったんですけど、まあ、学生だから国際協力業界に足が突っ込めないとかそういったものではなくて、身近なところからいろいろできる場所に国際協力がなってると思ってるんで、もし少しでも興味持ってもらえたら、学生団体で周りで何かやってないかとかそういったところも探しつつ自分の人生を決めていってもらえたらなって思ってます。本日はありがとうございました。